波大学と山梨学院大学男子の3回戦です。まず最初のシュート決めていったのが筑波大学の34番の三谷で、すぐに返していったのが山梨学院大学のスリーポイントの溝です。あとは第1クォーターで言いますと、1年生の力も躍動したという山梨学院大学、1年生ポイントガードの中村千早、あとはフォワードの選手9番の斉藤春、斉藤が第1クォーター2本連続でスリーポイントも決めています。第1クォーターの中盤から終わりにかけてはこの筑波大学のスリーポイント非常に正確なタッチが目立ちました。2番の木林、あとはキャプテンの三谷もスリーポイントを決めていくというシーンがありました。第1クォーターの終わり際、この竹内選手のシュートお見事でした。でこの後第2クォーターに入っていきます。第2クォーターに入ってからはより一進一退、激しい攻防ということになりました。この竹内選手も前半だけでスリーポイント4本決めたという、あとは川田選手もスピードで見せます。スピードのミスマッチを生んでベースラインドライブからレイアップで決めたシーンです。第2クォーターの中盤以降はワンポゼッション差、お互いに頻繁にリードチェンジもしながらというゲームが続いていきます。そして竹内、このスリーポイントシュートで何度も会場を沸かせてくれました。前半は38対37、わずか1点リードで筑波大学という展開で、この第3クォーターに入ってからなんですが、筑波大学のオフェンスが火を吹きます。三谷も立て続けにスリーポイント、前半からの好調維持、この時点で6分の5という数字でした。スリーポイント、あとはディフェンスの要35番の平田もスリーポイントがありました。この第3クォーターにかけてどんどんと差を広げていきます。2年ぶりインカレ全国の舞台、躍動した横地精神、さらには1年生の背番号6番副島なるです。この第3クォーターで2桁10点のリードを取ったという筑波大学、その中でも最後まで前を向いてファイティングフォーツは崩さずに、4年生キャプテン竹内を中心に戦っていた山梨学院大学、終盤に関しては筑波大学のペースでゲームは進んでいきました。このスリーポイントもよく決まる、これが41番の大沢のシーンですね。ベンチ、それからスタンドの応援席一体となって非常にムードの良さがうかがえた筑波大学、73対58、筑波大学が見事勝利しまして、ベスト4進出、ファイナル4進出を決めています。